はいどうも、ヤトソフトの白夜です。今回もウイニングポスト10実況やっていきたいと思います。はい、というわけで続きやっていきたいと思います。次が残り1周若葉ステークスオープン、クラスオープンに出走予定と。出走登録、芝2000、レース適性高いやって。機種変えます。機種は絶対に変える。なんだっけ、これだ、これ。なんだっけ、ごめん、マイルって何メーター、マイルは何メーターですか、中距離は何メーターですか、教えて。わからん。とりあえず逃げだね。逃げだし、この方海老名さんかな、海老名さんしようかな。吉田豊さん、海老名さんにします。行きましょう。追ってくれるか知らんけど。よし、オッケー。はい、おう、何ですか、反抗的、反抗的かーい、反抗的かーい、従ってお願い。暴れ回るね。暴れてるね君。暴れてるね。頼むよ。はい、ありがとうございます。で、マイルって何メーター。あ、できました、ついに牧場が。牧場施設の建設とスタッフの配置、はい、了解です。はいはいはい、牧場長の能力が第一と、牧場長の能力と牧場施設の種類と規模が大事ね。了解了解。牧場で生産された競争が活躍するほどに牧場長の能力が上昇。了解了解。メインコマンド牧場からさまざまな施設を建てれる。ただし維持費かかります。お金ってさ、どれぐらいあればいいの、これ、このゲームって。ちょっとあんまよく分かってないんだよな。了解です。とりあえずスタッフ配置かな。うん、スタッフ入れよう。初めての愛馬で獲得賞金1億円以上を獲得する。初めての愛馬で重賞2勝、初めての愛馬の信頼度レベルを1以上。できるんですか、できるんですか。おいおいおい、配合理論悪いなってんぞ、なぜか知らんけど。はい、1億円なんて稼げんの1年間で。1年間で1億円だよ。あ、こんにちは。はい、一切無料。いいんですか。はい、うん、ありがとうございます。いい人や、この人、この人いい人や。AM オペラ王、聞いたことあるようなないような。
聞いたことあるようなないような、俺知らんねんな。はい。特製リスト。ローカル開催で力を発揮する。マジか。ローカル開催っていうのは地方ってことですか。ですか。大逃げ。マジか。大逃げか。大逃げか。へえ。大逃げさせるか。俺好きやねんな、逃げんの。マジでパンサラッサみたいなの大好きなんですよ。じゃあ、え、大逃げさせる？大逃げてさせれんの？してくれって言ったらできんの？見てみたいな。屋上で、これだよね。スタッフ、この人、駒野さん。あ、これだよね。たっけたっけ、マジたっけ。厩舎、厩舎はまあまたいつか買おう。ふわー、12億円。12億円やわ。たっけ。よし、 OK。 はい。何ですか、あなた。あなた誰ですか。知らねえよ。誰だよ。はいはいはい、何ですか。うおお、こんにちは。はあ、普通にすげえ。マジか。へえ、すげえ。へえ、武豊騎士だ。すげえ。これでもわかる。すごい人やん。すんげえすごい人やん。この人乗ってくれんのかな。乗ってくれんねったら嬉しいな。いや、乗ってくれんやったら嬉しいけど、あれ次誰にしたっけ。忘れた。まあいいや、いつか竹さん乗ってもらおう。行きましょう。繁殖牝馬を譲っていただくという話です。ごめんなさい、見てなかったです。ごめんなさい。ありがとうございます。譲っていただくってことはお金はいいってことですかねえ。譲っていただくってことはお金はいいってことですか。お金いいですよね。渡したくないですよ。私お金ないんで。ね、待ってよ。このさ、種付けシュボバ、多分今入ってたことやろ。これ強いんかな。スペシャルウィークやってよ。あんま知らん。スペシャルウィークはどんな成績残したか知らんけど、名前は知ってんねん。馬娘で。馬娘の。アニメ見てないんやけど、アニメ見てないねんな。ゲームもやってないねんな。ただただ知ってる。
まあ一番高いし、え、無料でもらえるんですよね。無料でもらえるんですよね。これ何？うわあ、わからない。ちょっと待ってね。これから産む、手術で産んだ馬とかかな。ないじゃんこれ。これあるじゃん。知らない。いや、これでわかんないし、名馬で。まあこれでいいかな。これでいいかなって決めちゃったわ。わかんないよ。ヘイヘイ。ああマジか。誰に乗ってもらおうかなって言った時忘れたわ。これやったらこの人に乗ってもらった方がいいんじゃない？安藤さんって誰？あれ？この人ってなんかで、ね、なんか、ね、見たことある。なんかで、ね、見たことある。なんかすごい人じゃんこの人って。この人すごい人でしょ。いい？マジ？あれもな、なんかな、この人の方が多分合うねんな。あれも、この、こんなにすごい人に乗ってもらえんねんたら、乗ってもらおうや。お、2番人気ですって。うわ、まあまあ出水でんな。悪くないじゃん。作戦大逃げ。どう？大逃げ面白そうじゃん。行きましょう。パロックちょっと見る？見ようか。オーケーヘイロー、行きます。切ってやってくれます。頼みます。調子いいやつ多いな。一番人気だけど、ヘノーメノ、ヘノーメノ、ちょっと行きましょう。カバステークスリステッドかな。これはハンシン競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何に花を切るんでしょうか。OK ヘイロー前に行きそうです。ゲイリックコング、それに続いています。さらにはエンマウィングド、6番メジロクワイエット、その後ろゲイリックコング、前提を取りました。大きく離れました。エアアーム、その後ろからはマイネルカリスマ、その隣にソードクルージング、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のフェノーメノ、現在馬群の中ほどにつけています。赤の帽子、ナムラビクター、その後ろオーセンライブラ、すぐ後ろしんがりからデームクーリッジ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番ゲイリックコング、依然として先頭 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。これは縦長の展開です。さあ先頭はまだ4番ゲイリックコング、エンマウィングド、ほとんど差がありません。3番手にフェノーメノ、絶好の手応え。フェノーメノまだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエンマウィングド、ゲイリックコング続いています。フェノーメノ後位を追走、ナムラビクター続いています。4コーナーカーブから直線コースに向きました。エンマウィングド先頭、リードは1馬身から2馬身、200を切った。先頭はエンマウィングド、ゲイリックコング頑張れるか。来る気に、フェノーメノ、エンマウィングド厳しいか。先頭はフェノーメノ、1着でゴール、2着は微妙です。
フェノーメノ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。1番おお2着フェノーメノっての強えな。いやーそれはしゃあないと思うな。あれはしゃあないじゃない、強かった。成長した。配当はじゃああれか、1,2,3 番じゃないのかな。1,2,5番か。ああそう、よかった。それはえ皐月賞絶対無理やって。いやあのレベルでやった皐月賞無理っしょ。いやーむずいと思うよ皐月賞は。いやー皐月賞は厳しいんじゃないですか。厳しいと思うわ。想定値、蹄鉄の掃除を依頼してくれる。うわイケメンや。道路カナリア。そんなこと聞いちゃダメです。知らんけど知らんけど東京ヘイド皐月賞か。次いつ皐月賞、4月3日ですか。これえ3週目ですか。えああ3週目や。4月の3週目です。次は誰が乗るか。また安藤さん乗ってくれるんですか。どうしようかな、どうしようかな。でも次こそこの人に乗ってもらおうかな。待ってね、調教、あミスったまあいいや。あー2着で獲得賞金640万ですって、おお誕生した。1億900万許可額なかなかじゃない。これってさ俺が名前決めるんよな。どうしよう、ちょっと名前どうしよう。なんかいい名前つけたいよね。とりあえず史実調教で。これでいいか。はい。いや違ったか。まあいいや。乗ってくれるじゃないですか。ありがとうございます。調子丸か。まあいい、まあ頑張って。ちょっとむずいやろなとは思ってる正直。皐月賞です。え4番人気じゃん、すげえ。ジャスタウェイゴールドシップ新聞の方。オッケーヒーロー。ああ、サマスついてる。
ト A。 へえ、そうなんや。ジャスタウェイ独壇場だって。面白い新聞。こういうの書いてんだよな、新聞って。面白。やっぱゴールドシップか。パルクだぜ。クラシックでは少し厳しい。これだな。少し厳しいよ。ちょっと気になるけどな、この8番。穴で入れるなら9か。9かな。穴でいけるなら9。まあでもジャスタウェイかな、これは。作戦は逃げでいいです。はい、行きましょう。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つといわれるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。直線勝負にかけるこの馬にとって、この最内枠がどう影響するのか。鞍上の手綱さばきにも注目です。エアソミュール人気はありませんが、この鞍上には一発の魅力があります。勝ってあっと言わせたいところ。テンマヤッティ前走の敗退を糧にして何とか頑張ってほしいところです。アルフレード、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。戦国コイン、いいな、こういうなんか。この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。ジャスタウェイ、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。統計ヘイロー、どうでしょう。4番人気やっていうか、前走の敗戦を今日の勝利につなげたい。大舞台でこの馬本来の走りに期待したいところです。オイスタースピア、人気上位馬を脅かさんと不気味な雰囲気を醸し出しています。この馬を軽視することはできません。ヒストリカル、これあると思うよ。決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり。自慢の末脚を見せるか。マイネルロブスト、直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。オートリアンセン、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。ビッグキャペレット、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。オートキング、悠然としたその漆黒の馬体に何かを起こす気配を秘めています。里野ギャラント、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。好走を期待したいところです。ディープブリランテ、好位差しがこの馬の新庄、すっと先段につけ理想の展開に持ち込みたいところです。コスモ大空、こちらは今日の2番人気。人気は譲っても勝利を譲る気はありません。ゴールドシップ、完成の量変わってるよね。いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。エルエーシップ、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。ワールドエース、さあいよいよスタートです。皐月賞ですよ。すごいね、これに出るってすごいと思う。
先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。おっと、オイスタースピア、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。こういうのもあんねや。大丈夫です。最後にワールドエース入ってゲートイン完了です。スタートしました。オイスタースピア、ダッシュがつきません。まずは先行争い、何がいくでしょうか。ボーケイヘイロー、前に行きそうです。ディープブリランテ、それに続いています。さらにはアルフレード、15番コスモオーゾラ、その後ろボーケイヘイロー、先手を取りました。オートリアンセン、それに続きます。黒の帽子、戦国コイン、その後ろジャスターウェイ、後位の一角エアソミュール、すぐ後ろその外にゴールドシップ、この辺りで各は第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。ピストリカル上がっていきました。その隣にマイネルロブスト、ここにジッグキャペレット、内からはテンバヤッティ、その外からオイスタースピア、その外にエルエーシップ、その後ろにサトノギャラント。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで12番オートキング、その外にワールドエース。このレースオーナーには初の G1 制覇もかかっています。ボーケイヘイロー、ここはぜひともその期待に応えたいところ。前はボーケイヘイロー、2番手はジャスターウェイ、これは絶好の手応え。ディープブリランテ、3番手ジャスターウェイ、まだ逃げる。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャスターウェイ先頭、残り 200m、 ジャスターウェイまだ離す、まだ引き離す。2番手はディープブリランテ、ジャスターウェイ、これは決まったか。ジャスターウェイ強い強い、ジャスターウェイ圧勝、ゴールイン。2着はディープブリランテ、3着にボーケイヘイロー、ジャスターウェイ圧倒的な強さです。ジャスターウェイ多分完全に力でねじ伏せました。あれ、ゴールドシップどこ行った。てか行ったね。3着だよ、皐月賞3着やね、すごない。実際よ、上ワールドエース11番人気4着、ゴールドシップ8着か。43倍、はいいじゃん。いや、よう頑張ってると思うよ。微妙に坂が影響したか。やっぱあなたいいね、あなためちゃくちゃいいよ。ずっと乗ってください、お願いします。めちゃくちゃよかった。マジで日本ダービー出走権獲得決定。入れます入れます、すっげえ。マジかよ。ほう、荻野さん、じゃあこれおっちゃまやな、やっぱり見た目通りだな。金持ちそうな人ばっかり。な、え、馬のことわかるの、言葉わかるの、読んでるんですか、何ですか。やっぱ馬って喋るんか。おお、なんか信頼度上がったよ。なんか怖えなと思って向こう行ったら信頼度上がったよ。知らんけど、ありがたいことに統計兵道の調教に乗ってみたいという騎手が2名ほどいると。はい、これでいいんじゃない。向いてる方、福永さんよ、知ってるこの人。だってね、次はもう行くん、なんか出さへんの。5月の5週目、ああ、微妙な
毎日だ。5週後、しかも2400か。ないな、これ。ないな。2400か。ないな。ないな。ないな、これ多分。2400か。2400はないと思うな。これ出したいわ、それやったら。これ出せないの？どうなんやろ。だってさ、絶対このレースの方が多分取れる可能性高いと思うよ。まあ、行きましょう。種付けのシーズンがやってきました。配合研究家如月さん、こんにちは。私、配合のこと本当にわからないんで、ちょっと教えてください。配合評価、爆発力、危険度、配合評価、高評価、星マークがつく場合がある。この組み合わせで種付けを行うと特別な馬が生まれる可能性がある。爆発力か。はい。あ、飛んじゃった。危険度は、体質が良く、気象に問題ありの子が生まれる可能性が高まる。はい。まあ、とりあえずあれか、配合評価高いのを選べばいいんかな。配合評価高くて危険度のないやつを選べばいいって感じかな。守護馬の当たり年は何でしか知りません。青字で表示されるの当たり年の守護馬。はい。はい、青色。このブックフルっていうのは多分もう無理ですよってことやんな。青色。まう、赤色。青色。青色。青色やから何やったっけ。忘れた。大事なことを忘れた。大事なことを忘れた。わかんねえわ。青色やから何やったっけ。まあいや、青色やし、いや、これで出ます。青色 B ですってよ。コメント、まあいや、入れましょうか。私ちょっとこれ見たところで分かんないんで、入れましょう。はい、というわけで、今回ここまでですかね。